ランチは、ネクタイ、ランプ、イチボの3個のブロックに分割されます。ネクタイはここからあとここのネクタイの巻きの部分を外してきます。はい、ここで一回やめます。次にこちら側ですね、ネクタイの棒の方です。でここが、注意ポイントですけど、入り口が2箇所実はあって、ここからとここからあるんですけど、こっちから行くとネクタイ自体が2個に分かれちゃう。なのでネクタイを外すときはこっちの下の入り口からこういう通り道で分割して、ここですね。ここまで行ったらさっき外したところの境目に来るので、ここで分けていきます。次にイチボとランプを分けていきます。イチボの上にランプが乗っているような状態なので分割していきます。入り口はこの肉を目安にここから入っていきます。はい、ここまで行ったらここからは油で分かれますんで、で切ろうとします。でランプは ほとんどが、ステーキカットしますんで、ステーキカットできる限界のところで、半分にしてます。目安としてはここですね、ネクタイの入り口の部分を目安に半分にします。でイチボは目が縦から横に変わっていくので、そこの境目ですね、だいたいこれぐらい、ここから半分にしていきます。